そこまでできるんだっていうのを十何年前に知ってればなっていう、なんかプライベート向けとビジネス向けが結構そんなに違うんだっていうのを僕ちょっと知らずに。能力差って結局この画面に向かってどのキーボードを押してマウスどう動かしてるかの違いでしかないわけですよ。結構よくあるのが我慢してる人とかいるんですよ。会社にコストをかけてはいけない、我慢してるんですけど、会社からするとそこの我慢してる時間給の方が高い。でもとにかくそのストレス感じたゆえっていう、リモートワーク、ハイブリッドワークっていうことが始まってきて、はい、で PC を使っていく上でやっぱ考えていかないといけないっていうところも変わってきてるんじゃないかなと考えています、うんうん、はい。で、BPRO プラットフォームというものをビジネス向けとして推奨させていただいています、はい、どういう特徴を持っているかといいますと、一つはやはり性能のいい CPU を使ってないという、もう一つはヘルプデスク機能が強化されている。リモートで動いている人たちでもしっかりとしたサポートを受けられる。リモートで仕事して PC が止まってしまうと何もできなくなるじゃないですか、はい、できるだけユーザーが止まっている時間を減らすことができるっていうのが特徴として上がってきています。プライベート向けとビジネス向けが結構そんなに違うんだっていうのを僕ちょっと知らずに、あ、そこまでできるんだっていうのを十何年前に知ってればなっていう、なんかパソコンを使う側にやっぱり使う人は全集中をして、アウトプットする方にみんな一般の人は力入れて、メンテナンスとか調子が悪いとかっていうところに変わらないでいい状態になるっていうのが、全ての人がもう多分そっちに向かっていくべき